はい、じゃあ早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。で、今日はあれですね、まあ、いわゆるこう自営業だったりとか、あるいは社会人だったりとかっていうのをやめて、まあ、SFC のこれ一般入試ですけど、一般入試で受かる どうなのかとか、あるいは AO で受かるどうなのかとか、まあ、そういう話をちょっと、していければなと思います。よろしくお願いします。毎日学習会では、もともと高校卒業してから自営業やってて、まあ、ふとしたきっかけでちょっと SFC 入りたいと思って入ったっていう人結構いるんですよ。あと社会人やってて海外に行ってて、そこから SFC 入りたいと思って入ったとか、あとちょっと例えば大学落ちてからフィリピンとか留学してて、あるいは海外留学してて、ちょっとふとしたきっかけで SFC 入りたいと思って入ったとか、まあ、そういう方って結構毎日学習会多いんですよ。で、まあ、そういう経験が一般入試でやる上で役に立つかどうかってお話をちょっとします。結論から言うと、こんだけ要はその社会人とか自営業とかやってから SFC 入ったって人が、まあ、毎日学習会の合格体験記見てもたくさんいるっていうことは役に立つってことです。それはで、書類文書く上で、まあ、英語に関してはね、単純に訓練してとか留学したとかそういうところで点数伸びていくから、まあ、もちろんいいんだけど、まあ、社会人にやりながらこうどういうふうにしたらものを覚えられるかとかってやりながら単語を覚える方法を見つけるとかっていうのもあるとは思うけど、まあ、英語に関しては多分高校生にとって言い方とかっていうのはそんなに変わってるわけじゃないと思うんですよね。もちろん勉強してる時間がある程度変わってるとかってなるかもしれないですけども、やっぱり圧倒的にこう社会人とか自営業とかになってレベルが変わるんだろうなと思うのはやっぱり小論文です。で、小論文をやっぱり書く中でやっぱり前提となる知識とか経験とかが多いってすごい大事なんですよね。それこそ例えばちょっと海外旅行に行って一通りこう見てきただけで、なんかこう小論文の面白さが全然変わるみたいな話っていうのは、これは結構よくある話なんですよ。で、そういうところを見ながら、そこに関してやっぱりこうどういうふうな意味付けをするかっていう問題はあるんですけれども、やっぱりこう社会経験とかそういったものって、まあ、小論文書く上ではすごい大事だと思う。で、そこの部分でやっぱりこうどういうふうな形でね、こうそれをこう見ていくかっていうところってすごいやっぱり大事になってくると思うので、また改めて考えてみてほしいなっていうふうに思うんですけれども、やっぱりこう高校生のレベルの時に書ける答案と社会に出てからこういろいろ見て書ける答案ってやっぱり全然違うんですよね。で、 SFC 自体もやっぱりなんか高校を出ていきなり大学に入るっていう形よりも、いろいろこう社会に出てそれでこう見て、そこからまた活かせるものあるかもしれない。アメリカ型の勉強した時に勉強すればいいよねみたいな考え方をやっぱり持っていくっていうのが、これが非常にこう話としてはすごく重要だと思うんで、ちょっとそこの部分をやってほしいんですよね。そこがやっぱりできるかどうかっていうところが、まあ、考え方としてはすごい重要だと思うんで、まあ、そういったところをですね、改めて考えて、まあ、どういうふうにやっていくかっていうふうなところをちょっとやってみていただければなと思います。それができると本当に全然違ってくると思うんで、なかなか大変だと思いますけど、頑張ってやっていきましょう。うん、そんなところかな。そこがやっぱりできるとすごい違うと思うんで、そういうところはまた改めてちょっと考えてみていただければなと思います。よろしくお願いします。